はい、皆さんこんにちは、フラワーティストシンです。今日はですね、僕が代表を務める N フラワーデザインインターナショナルの新しい講座の説明をしたいと思います。今 N フラワーデザインインターナショナルでは、講師の方が先生がこう全国にねいらっしゃるんですけれども、まだこう全ての県にいらっしゃるわけではありません。また同じ県の中でもやっぱりね、こう遠い場所っていうのもありますよね。通えない場所とかもあります。またこう仕事の関係でどうしてもこうレッスンに通うことができないっていう方もいらっしゃいます。そういう方にのために作ったレッスンです。これは通信講座なんですけれども、まず花束通信講座とアレンジメント通信講座というのができました。できましたというとちょっと僕なんで、アレンジはね来月できます。花束通信講座の方がまずできました。花束通信講座は、なかなかね他のスクール内今までやってなかったんですけれども、今こちらのフラワー TV でこう僕がこう皆さんに花束を教えていますよね。見てますか。あれですごく上手くなってるんですよ、実は皆さん。それでうちのスクールにこのフラワー TV を見た後に来られる方が多いんですけれども、ものすごく上達した状態で皆さん来てます。それでね、もうこれでいろいろなテストをしましたが、オンラインで行けるということで、ここで全てが整いましたので皆さんに紹介しています。花束通信講座は、このオンラインでですね、オンラインで通信でお家でですね、2級を取得することができます。2級を取得するとこう N フラワー、簡単に説明するとですね、 N フラワーの本部と業務教室開設契約をすると、最後に こちらの本校に来ていただいて、こう最終チェック、実技の最終チェックをさせていただくと教えることができます。そのどこまで教えられるというのも、その時詳細はお教えいたしますけれども、とにかく生徒さんをもって教えることができるようになるということです。その先の1級とか、もちろん講師なんかも講座もこれから用意していきますので、まずは2級を用意させていただきました。これが詳細で、これ花束通信講座はですね、チャレンジクラス、ビギナークラス、レギュラークラス、アッパークラスの4つに分かれていて、それぞれね、こうチャレンジクラスでも修了証が出て、ビギナークラスでも修了証が出て、レギュラークラスも修了証が出て、アッパークラスも修了証が出ます。それでアッパークラスまでの修了証が出ると、こう2級の N フラワーデザインインターナショナルの2級花束講師資格が取れるということですね。でそれぞれ結構皆さんお問い合わせが来てて、それぞれのクラス、もちろん分全て分かれてますので、一つずつのクラスでお振り込みで、クラスレッスンを行うことができますので、ご安心ください。ここ結構皆さん気にしてますので、そういうことです。これが一番最初に、皆さん手元に花束基礎テキスト、うちのね独自の花束テキストです。こちら本当にこの簡単なこと、花束の簡単なことが網羅されています。今までなかったんです、これテキスト。で結構こうお花屋さんでやっぱり実践で使う方もいらっしゃいますし、お家でこうちょっとブーケを作りたいという方もいらっしゃいます。花束ってアレンジと違って手の中で作るアレンジメントなんで、フォームがいらなかったり、手際よくできるとかっこよかったりしますね。そういうのがこうできるようになるテキスト。最終的に、ね、やっぱ難しいところはこのオンラインの通信講座の中でやっていくんですけれども、ここにはもういろんなこの花束の基礎知識が書いてあります。でこのテキストのすごいところっていうか、今までにないすごいところは、ここに QR コードがついてますね。でこの QR コード、これね、こう携帯を、今の方はこう携帯を必ず手に持ってやってますよね。僕なんかもそうですけれども、でこの QR コードをこう開いていただいて、QR コードで、例えば、オールラウンドロングの作り方っていうのページがあるんですけれども、ここをこう
見てもなんかよくわかんないなと思うじゃないですか。そしたらここの QR コードを置いてちょ、そうするとこれすぐ読み取ります。読み取ったらすぐに、はい、ではこれからオーロラを撮るように YouTube が始まります。真ん中にやっぱりこういうクッショングリーンを入れていきます。まあこのように、まあこの QR コードを掲げるたびに漏れなく僕がついてくると、僕が皆さんに細かく教えるというテキストになっております。で、まあ、毎回出てくるからうざいかもしれませんよ僕は。まあでもまあその辺は我慢してください。でどこまで話したっけ、これそのとにかく読んだだけじゃわからないところが動画をこう実技で教えるというテキストになってます。で、今見た動画は実はこの限定動画で、このテキストを手にした人にしか見れないという、漏れなくこの人しか見れないというテキスト動画になってますので、ご入会された方は漏れなくこのテキストが、漏れなくじゃなくて最初にこのテキストが送られてきますので、ぜひこれを熟読して、それからレッスンに臨んでください。今ね、まあ、このテキストだけをこう欲しいという方にもね、もういらっしゃるかと思うんで、そのあたりも調整してますので、もし欲しいという方がいらっしゃいましたら一応ここに連絡をください。まあ、基本的に 今のところは入会者にしかこれはお渡ししません。はい、でこちらのあなたは通信講座に興味のある方は、うちの N フラワーデザインインターナショナルのホームページ、こちらのアドレスです、こちらのアドレスもしくは、N フラワーと検索してもらえれば一番上に出てきますので、そちらをよくご覧になってみてください。そちらにこう申し込みの、場所も書いてありますので、そちらにこう申し込みで一応こうお問い合わせもできるようになってますので、そちらからお問い合わせください。ではですね、多くの方のお問い合わせご検討お待ちしております。よろしくお願いします。では